感じだわ。YouTube 上げましたみんな。見てくれたかな？ちょっとすっぴんなんだけど。久々に自炊したから食べまーす。なんかやっぱり暑いな。なんで今日こんなに微妙に暑いの今。ウェムコンがなくなっちゃった。どっかに行っちゃった。おひさー、まあこの間やったばっかだけど。やっと編集が終わって YouTube が上げられたので、皆さん本当に夏対策、ちょっと遅めのやつですけれども見てください。ちょっと飲み物用意するの忘れた。ちょっと待ってて。てか暑すぎるから、ちょっとあれどこ行ったかな。今日は換気してるので窓を開けてるからちょっと音が聞こえる。コントレックス。今日は久々に自炊をしたんですよ。私があのインスタにもあげたんだけど、じょーん、手羽元が余ってて、それでなんか煮込みました。ファンの方からいただいたチオリコップ。あ、トム事務所おめでとう。一番におめでとう言いました。さすが私。ペペロンチーノ確かに作ってたわ。それぶりかな自炊は。それ以外はまあちょっとコンビニで買ったりとか、スーパーの即席のやつ買ったりとか、本当料理って言えないようなものを作ったりとか、そういうのが多い。ちょピーポーうるさいけど許して。じゃあ私の夜ご飯いただきます。久々に、てか初めてこの手羽元を使って料理しました。卵も本当は半熟が良かったけどちょっと煮すぎました。手羽元って言うんだけど、手羽中、手羽元か。これ待って配信で食べるものじゃないかもしれない。なんかかぶりつく系だわ。どうしよう。やばい、お箸でこれ本当は。さすが。うん、おいしい。そう、大根もね入れたかったんだけど、
家にあるもので作っちゃったから大根なかったんですよ。これはみりん、醤油、砂糖です。美味しいんだけど、甘い。今日めっちゃ家スタイル、ごめんね。すっぴんやし、全然何もしてない。めんつゆ使ってもいいかも。めんつゆの方が簡単にできるかも。あとだし醤油も少し入れました。これ人に見られながら食べるのちょっとやだな。まあ私一人用なんでね、そんな見栄え気にしてないですけど、頑張ってネギとごまを散らしました。今日モバメを送ったんですけど、見ました？あ、YouTube パッソ？チミッソ？コムサムニダン。久々こんなちゃんと料理したの。でも一品しか作ってないけどね。と妹も一緒に写ってくれたんで、ちょっとは楽しい商品紹介になってると思う。モバメ来てない。ちょっと嘘でしょ。ん、来てない。もうじゃあずっと届いてなかったんじゃない。もう最悪すぎ。どうしよう。今も送りました。モバメ届いてるかな。
今年の千代の浴衣姿見ましたか？最初で最後。うんうん、あっという間に食べちゃう。たまこ、ケンタッキーのチキンを骨まで食べる派ってどういうこと？骨まで食べるって何？あとラスト。今月暇ですねって。暇なの？うん、劇場にプレゼントありがとうございます。本当は明日公演だったんですけど、なくなりました。いつ公演できるかな。多分一時できないような気がする。私的に悲しい。みんなはお仕事？今日お仕事ですか？今日コンディションが悪いです、すごく。なのであんま放送しないと思います。今仕事終わったぐらいの時間かな。
먹었습니다え、時間決められてんだ。19時35分で寮に携帯を返さないといけないから最後まで見えないかも。土曜にワクチン1回目打ったよ。ワクチン私はまだです。今日はあのサムネを作って次の動画の編集に取り掛かるところですね。でもなんかこうプライベートの予定をなかなか入れられない状況だから、本当だと私家にあんまいたくないタイプなんですけど、なんか家にいる時間が増えてすごく自分がどこにいるか分かりません。見失ってます。自分はどこ？夏もうちょっと楽しみたいな。だからいつ夏が来てもいいようにちょっと美意識もう一回頑張ろうと思って、衰えちゃってるんでね、美意識頑張ります。てか配信するとなんか暑くなるな。今まで暑くなかったのに。顔もこうなって二の腕もこうなって足もこうなってみんなに会いに行きますね。ワンツー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 。運動しなきゃ。みんな運動してますか？あとね、その今日あげたのがドンキで1万円爆買いした動画なんだけど、もう気持ちがすっきりした。久々に買い物してめっちゃもう気持ちいい。買い物は買い物行けなかった分めっちゃ買った。でもなんか1万円って考えたら意外と足りなかった。もっと欲しいものがいっぱいあった。私のドンキにはこれもこれもあれもこれもそれもどれもこれもそれもって感じで買いました。あ、この前の VR 公演面白かったです。あ、この前のさ VR 公演さ神じゃない？ VR 見てる人たちどんな気持ちで見てんだろうと思いながらちょっと踊ってました。よかった。うん、最近垢抜けないのもっていい方法ん使ってる。香水とヘアオイル。あー、香水はもう私は何回も言ってるけど何回も言ってるけど、ディオールです。ディオールのマジでメンバー、そしてスタッフさん、メイクさん全員振り返りました。全員振り返りました。それぐらいいい香り。あ、香りで、ヘアオイルはあのさ、ミルボンの赤を使ってます。オイルの方、ミルクじゃなくてオイルの方を使ってます。
それは本当になんか日焼けとか私は傷んじゃうんで、ダメージヘア的なやつでやりました。いやーでもね、確かに女子力は怠ってはいけません。ちょっとでも怠ってしまったら、ふと鏡を見た時の自分にびっくりします。あれって、老けたって問いかけました自分に。だから今は別にこうみんなの前に出るっていうこういうモチベーションがないから、あんまいいかなって思っちゃうけど、ジムとか家でできるトレーニングとか。ちょっと寒いな、なんでいきなり寒くなるの、さっきまで暑かったの。うう、寒いと思ったらここにあるブランケットをかければ。そうよ、女忘れたら終わりだからね。女は、あ、寒い。そうだから家にいて誰にも会わないって思っても、ちょっと髪の毛をくくってみたり、洋服はちょっとこうスタイルがよく見える部屋着を着てみたりとか。もちろん毎日はしないよ、私もだらけたいからそんなことはしないんだけど、でもまあだらけすぎちゃったら次の日はリセットするとか。今はね雨だからあんまり外に出たりとか歩いたりとか走ったりとかできないんだけど、その分家でトレーニングしたりとか、今日はちょっとやろうかなって。本当に全然やってなかった、運動全然やってないの最近だから、ちょっと頑張る。みんな YouTube のコメントたくさんしてね。私はすんごく待ってるから、コメント、コメント大好き。みんなのコメント見るのも大好き、たくさん見てほしい。意識高いね。やっぱりね、周りに意識が高い子がいると影響を受ける。ちなみに昨日で言ったら、なんかミルちゃんの卒業コンサートがあったじゃない。でそれでこう流れてくるわけよ。わ、ミルちゃんめっちゃ可愛いと思って。めちゃくちゃ可愛かった。で、あと私のもう大親友のマーチもね出てたんですけど、やっぱマーチもめちゃくちゃ可愛くて、やっぱりダメだ、私が気を抜いてしまったら追いつけないと思って。だって周りの子はさ可愛いのにさ、それ以上に努力しててさ、私はさ努力を怠ってしまったらその時間が追いつけないと思って、頑張ろうってなんか勝手に刺激を受けました。だから周りの友達の影響とか自分がいる環境とかってすごく大事だと思いますって思ったよ。モチベがなくても、もちろんファンのためにも可愛い血を入れていなきゃね。それが一番だよ。飽きられないように久々に会った時に、あれ俺の思ってた千織と違う、あの時の千織はどこ行ったんだって思われないように維持しながら、プラスもっといい風にできればいいなって思ってます。だから維持さえできなくなっちゃったらもうやばいんで、維持せめて。でもあのコンサートでガンって痩せてから、3キロ痩せてから1回マイナス5キロまで行って、でも今ちょっと戻って維持してます。マイナス3キロのまんまで。最近あの体脂肪とか筋肉量とか私の1日の
平均あなんていうの消費カロリーが出る体重計を買ったんですよ。そうなのでちょっとそれを見ながら頑張って痩せようかなって。そう可愛い友達って大事。なんか言い方あれだけどこう美意識を持ってる友達って本当に大事だなって思いました。自分も影響されるから美意識が強い子だから私はマリカに美意識を教えてます。あなたはこうしなって。そう影響も受けるし影響も与えてます。そうだから男性の場合はこう筋トレしてる友達だったりとかファッションになんか詳しい友達とかすごくいいと思う。マーチュンが綺麗になったってまとめサイト。マーチュンは元から綺麗だよ。もちろんもっと大人っぽく大人めな綺麗めみたいなやつは増したのはすごくわかるけど元から綺麗だよ。いや可愛い可愛いから綺麗も増えたみたいな感じかな。だから私はマーチュンに影響されながら素敵だねって言って今度一緒に配布を受けてこようかなって思ってます。美意識頑張ります。最近さくらと話した。さくらはもうやっぱり私はずっと東京だからさ忙しいから全然です。話したいけど LINE とかはね今はやってないけどちょこちょこ。元気そうでよかった。あとはお水をたくさん飲むこと。お水また頼みました。ナッチは服がおしゃれすぎておしゃれです。そして可愛いからそうねめちゃくちゃ受けてるかも。だからそんなレナッチから千織は肌は綺麗だねって肌もじゃなくて肌は綺麗だねって言われるのでそこだけは絶対に衰えないように気を抜かないようにしようっていう心がけはありますね。唯一褒めてくれます。はい唯一。でも今ねここにちょっとねなんかできそうだからここだけどうにかしなきゃいけないんですよね。あとは耳を前は硬かったんだけどこうやってマッサージをすることによってむくみを取ったり、あと私が今日 YouTube で紹介したメリロードっていうやつあるんだけどあれすんごくいいからむくみ気にしてる女性も男性もほんと飲んでみて。大事なさなんかちょっとこう今日は顔すっきりさせたいなとかうわ飲みすぎちゃったなとかなんかそういう時ほんと騙されたと思って飲んでみてすごいねおトイレに行きたくなります。こう利尿作用が出るってすごい水分をね出してくれるの体の体内から。ちょっと私の YouTube 見て気になる人
本当に今回ね、夏にもってこいプラスダイエットもそうだし、本当にすごくね気になる商品も買ってきたんで、ためになる動画だとは思いますよ。冷涼マスクなんだ、あれ冷涼なんだね、冷涼っていうんだ。マスクはまだ使ってません。最近だってちょっと寒くない？もっとなんか蒸し暑いっていう時に使おうかなと思って。配信終わったら見てください。いやマジで本当にねためになる。この夏さあ全然楽しめないじゃん。でもせめて夏アイテムとかを使って夏をちょっと少しでも充実した今年の夏をみんなに送ってほしいなと思って、そういう気持ちも込めてるので、それも概要欄に書いてます。みんな概要欄は読んでる？そう、概要欄も書いてるんですけど、本当に見てほしい、充実させてほしい夏を。概要欄読んでくれてる人いた、一人、ありがとうございます。でも確かにさ、今思ったけどさ、すっぴんとかで私よくさこのショールーム配信してるじゃん。でもさ生でさすっぴん見せることってないよね、ファンのみんなに直接見せることないよねって思ったら、なんかすごくレアだね、こうやってすっぴんで配信するのすごいわ。確かに見せることないなと思って、なんかショールーム普通にすっぴんで見せてたけど、見せることないよね。私の悩みはこ左右がね違うんですよ。こういう左右同じなんだけど、こっちの方がね上がってるんだよね。なんでなんでしょうか。こっちも上がってほしいんですけど。いいの、今度お話し会ノーメイクで参加して。そう、どうせだったらかわいいさ、いつものチューで会いたくない、メイクした。そう思いませんか。次 YouTube いつ上げられるかな。チンアナゴだ、今の季節チンアナゴなの。あ、大変。あ、やっぱり私が前のアドレスで送っちゃったんかな、難しいわ。ちょっと一回配信を切ってまた配信してもよろしいでしょうか。ちょっとモバネでちょっと連絡させていただきます。すぐまた配信するので待っていてください。ちょっと切ります。待っててね。